さまこんにちは、ネイジの猪又です。いつもチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、50センチのヌビキルトを使って大きなトートバッグを作ります。マザーズバッグなどをちょっとイメージさせていただきました。まあ、旅行とかでもですね、たくさん入って一度に持っていけるような大きなトートバッグになっています。流行りのヌビキルトを使ったデザインになっていますので、少しですね、作りにくさはあるかなと思うんですけれども、できるだけ初心者様にも作りやすいレシピの方を工夫していますので、よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体になります。こちらは持ち手2本用意します。グレーの生地はこちらの持ち手を包むパーツになります。でこちらは本体の入れ口のところを包むパーツになります。2枚用意します。そしてこちらは最後の仕上げで使う縁取り布になります。こちらも2枚準備します。今回は届いた50センチのヌビキルトを使って大きなバッグをそのまま作っていきますので、生地は横にして使っていきます。底を輪にして使います。もし、この状態で長く取れる場合は、このままこういう風にして作っていただいても大丈夫です。こちらの幅の方が今回4センチほどプラスになっていましたので、本体のサイズの方もそのまま4センチ幅広の状態で作っていきたいと思います。もし50センチぴったりの場合はその状態で進めてください。その場合持ち手は50センチになり、本体の幅も50センチになります。仕上がりサイズは変わってきますので目安にしてください。今回使用する生地は7ミリピッチのヌビキルトになります。そしてコットンと合わせていきます。それでは持ち手を作ります。2つとも同じ方法で作っていきます。まずヌビキルトの上にシーチングを重ねて端まで留めていきます。そしたら端を1センチ縫います。針は14番を使います。今回は縫い目の長さは 4.0、 ミシンの針は14番を使用します。ミシンの糸は普通の糸で進めていきます。じゃあ1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。はい、縫い終えたところになります。そうしたら反対側に合わせて留めていきます。同じようにして1センチを縫います。縫い終えたところになります。そしたらこの筒を表にしていきます。ここで挟んでいきます。一度中に入れてここでギュッと挟みます。挟んだらここの内側でギュッと締めていきます。
そうしたらこの際を両方縫います。立ち目かがり押さえがある方はこちらを使ってください。そしたらこちらの口布に中央の合印を入れます。中央の合印は半分に2つ折りにしたら横 2mm、縦 3mm で斜めにカットします。こんな風に V ができます。本体の方はキルトになりますので入れにくいので、まず半分にしてペンなどで合印を入れます。そしたらこの部分を同じようにして V で切ります。続いて底にも合印を入れます。そしたら底中央から10センチずつに印をつけます。5ミリの深さで切り込みを入れます。続いて持ち手の付け位置をつけていきます。それぞれ中央から7センチずつに印をつけます。2枚重ねた状態で合印を切ります。5ミリの深さで切り込みを入れます。持ち手を仮止めします。持ち手は生地を裏にして持ち手を表にして、ここの端の部分を1センチで仮止めします。そうしたら口布を中央に合わせて、生地は裏の状態で裏面を上にして重ねます。中央を合わせて両脇という風に留めていきます。そしたら端から2センチのところを縫います。持ち手のところは返し縫いをします。縫い終えたところになります。そしたらこのようにして倒していきます。はい、じゃあこんな感じで倒れたところで、ここの厚みの部分を切り落としておきます。だいたい1センチぐらいですね、離したところと、この縫い目の際のところですね、このぐらいを切り落としておきましょう。口布の部分を2つ折りにします。2つ折りにしたら待ち針で留めていきましょう。そしたらこの端から5ミリのところを縫います。
そうしたらこのように裏にして、ここの布端に端を合わせるようにして2つ折りにします。アイロンで折り目をつけていきます。ここの縫い目のところをですね、見ながら平行になっているように、平行になるようにして待ち針で留めます。そしたらこの際を縫います。反対側も同じようにして縫います。待ち針で留めた後に、この両サイドが重なる部分は高さがしっかり合っているかどうかを確認しておきましょう。そうするとね、仕上がりが綺麗になります。こんな感じで縫い終えたところです。そしたら裏にします。裏にして2つ折りにしたところです。そしたら両サイドをしっかり留めていきます。この合い印を持ち上げて、この合い印でちょっとつまんで、こんな風にして蛇腹に畳んでいきます。三角待ちの作り方になります。縫い方はこの入れ口側から下に向かって縫うようにします。反対側も面を変えて同じように縫います。この押さえの端を布端に合わせて縫います。この重なりの部分も返し縫いをします。両サイド縫い終えたところです。そしたら最後に残していたこちらの縁取り用の布で縫い代を包んでいきます。縫い始めのところなんですけど、こうやって端から留めずに、こういう風にしてだいたい3センチぐらいはみ出るようにして、ここを包んでいきます。少し長めにしておくと処理がしやすいかなと思います。こうやって包んだらで留めます。で下まで留めていきます。そしてこの下の部分もちょっと長めに用意してますので、この部分も留めた後切り揃えていきます。裏にするとこのような感じになります。反対側も留めます。こちらの縁取り布は仕上がりに合わせて長さを決めていくといいので、少し長めに準備しておくといいかなと思います。そしたら両端を1センチ縫います。縫い終えたところになります。そうしたらこれをめくり上げます。最初の縫い目が見えてないのが理想です、はい、こんな感じで
なってるので、そこをコロコロなでしっかり倒しておきます。そしたらこの部分を包んでいきます。少しちょっと内側に寄せてからこうやって包むといいかなと思います。ちょっと奥に少し畳んでですね、斜めにしてからやるとこのはみ出し部分が少し少なくなりますので、こんな風にしてやってみてはいかがでしょうか。そしたら際を縫います。こんな感じで縫い終えたところになります。この縫い終わりのところと縫い始めのところを包んであるので、非常にね、綺麗な仕上がりになっているかなと思います。では表に返していきます。表にするとこう三角まちが出てくるようになります。今回まちをたっぷり20センチにしていますので、だいぶね、大きなトートバッグになってるかなと思います。はい、こちらで完成になります。ですね、販売されてるのはこういう風に縦なんですけれども、あえてこう横を使って作るトートバッグの方を紹介させていただきました。ちょっと縫うのは難しいかなと思うんですけれども、今回はシンプルにですね、ポケットもつけずにただ大きなトートバッグというテーマで作らせていただきました。お好みでここにマグネットボタンをつけたり、ポケットをつけるなどして工夫してみてください。これからですね、お出かけのシーズンになってくるかなと思います。旅行とかですね、荷物たっぷり入るようなトートバッグになってますので、あえてここの部分ですね、何もつけずに本当にこうたっぷり入れてそのまま持って歩けるってい こうマザーズバッグをイメージしたような感じになります。よかったら動画を参考に作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、そしてコメント欄の方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、じゃあ余談なんですけれども、今回はですね、試作でこちらの方も作らせていただきました。作ったっていうかまだ途中なんですけれども、この持ち手のところからですね、少し止まってしまったのは、ちょっと持ち手の幅をですね、広くしすぎたことで、ちょっと肩からですね、落ちやすくなったので、この部分はですね、後からまたほどいてやり直そうかなと思うんですけれども、ここはですね、5センチにしていたのを、やっぱりこう4センチの方が狭くて、しょいやすかったので、今回のレシピの方で紹介しています。でですね、この時は縦でやってますので、生地をこのままパターンと倒して、横ここの部分ですね、輪の状態で仕上げています。こちらはマリメッコのトートバッグの作り方でも紹介していますので、そちら参考になるかなと思うんですけれども、でその際にですね、ちょっとそこの方をですね、広げていくとこんな感じで、内側も綺麗に仕上げるために袋縫いの仕上げ方で紹介しようと思って作っていました。ただちょっとやっぱりこの部分がですね、硬かったりちょっと厚みが増すことで、少し切り込みを入れたりはしたんですけれども、あんまりちょっと紹介するには現実的ではないかなと思って、今回はこちらのレシピの方は紹介はしないんですけれども、こういうふうにですね、T 字待ちで、三角待ちじゃなくてですね、 T 字待ちで作る場合も、今回紹介したような縁取り布で包む方が綺麗に仕上がるかなと思いますので、袋縫いとかですね、ミシンの方で馬力がある方は、こういう風に袋縫いの仕上げ方もおすすめしますので、よかったら参考にしてみてください。ちょっとね、完成まだしてないんですけれども、完成したらお披露目したいなと思います。